全身チャンネル第430回、今回のヘッドラインはこちら。病院攻撃の戦争犯罪許すな、韓国労働者大会に5万人、訪韓闘争に行ってきました。5万人の労働者大会ということで、ものすごい群衆が広い道路をね埋め尽くしているっていうのが、人々に力があるということを、実感できる機会になりました。訪韓の報告動画で詳しくは出されるというふうには思いますので、ぜひお楽しみに。今のパレスチナ情勢も皆さんニュースで見てると思います。本当に多くの人々が殺されているという現状に、怒っている人も多いと思います。国際連帯の力で戦争を止めようということで、ぜひね、明日の11月労働者集会にこれを見ている皆さんも集まってください。共に戦いましょう。今回の前身はこちら、一面です。病院攻撃の戦争犯罪許すな、イスラエルのガザ大虐殺を擁護する、日程岸田打倒の反戦闘争爆発を、イスラエル軍はガザの病院はハマスの拠点だとでっち上げ、病院への攻撃という戦争犯罪に公然と見込みました。発電のための燃料、食料、水、医療物資も遮断し、ガザ北部の全病院の機能を停止させています。医師、患者、難民ら数千人が閉じ込められているガザ最大規模のシファ病院では、保育器の電気も止まり、13日までの3日間に未熟児を含む32人が死亡し、180以上の遺体が壊死、病院の中庭に横たわり、まさに墓場同然になっているのです。そして15日、イスラエル軍は敷地内に戦車とブルドーザーを投入し、全世界の避難を押し切ってシファ病院への急襲突入を強行しました。多くの患者や負傷者、医療関係者を暴行し、服を脱がし、目隠しをして連行するなど、院内を蹂躙し、恐怖と死をもたらしています。病院の医師は、全世界がこの犯罪を目撃してきましたが、誰もそれを止めていません、誰も声高に言っていない、これは許されないと訴えています。この血叫びに無関係な労働者人民は誰一人いません。我々帝国主義即下の労働者人民こそ、ガザ大虐殺を止めるために全力で立ち上がる時です。外相上川陽子は9日、衆院安全保障委員会で改めてイスラエルの攻撃を容認しました。イスラエルの戦争犯罪を自衛権の名で擁護するアメリカ帝国主義や日本帝国主義、岸田政権は大虐殺の共犯者です。11日のイギリス帝国主義即下での80万人決起をはじめ、全世界でガザ大虐殺弾劾、パレスチナ連帯の戦いが爆発しています。パレスチナ人民との連帯をかけて、日程下を絶対に打倒しましょう。1、2面には11月11日に5万人の結集で行われた韓国民主労総による労働者大会、道路千葉訪韓団と民主労総ソウル地域本部による韓日国際交流事業20周年記念式2年交流会の報告記事が掲載されています。4面の団結広場には訪韓闘争に参加した学生の感想も載っています。必見です。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読と高評価、チャンネル登録をお願いします。サブチャンネルの GNN もぜひご覧ください。 X と Instagram もチェックしてください。明日日比谷オンで会いましょう。フリートーク、クレヨンしんちゃんクレヨンしんちゃんの足をと思ったんだけどやめた全然そぐわないクレヨンしんちゃんの足をと思ったんだけどやめた。はい、韓国はとても良かったです。ありがとうございました。カムサンもいた。行くぞ。はい。